ここが宇宙基地だったとしてもこいつらは構いはしないのよ。ねえあなた。はい。あ、そう、あなた家族を連れ戻しに来たんでしょ。え、どうしてそのことを。あなたは一体。別に何者でもないわよ。さっき携帯でベラベラと喋ってたじゃないあんた。あ、そういえばそうだったですね。そうですか、聞かれてしまいましたか。嫌でも聞こえたわよ。それで何ですか。もしかして告げ口するとか。それだけは勘弁してくださいよ。マークされちゃうじゃないですか。大丈夫、私たちも純粋な入信者じゃないから。え、純粋な入信者じゃない。もしかして家出して寝るところがなくて適当に来たとか。適当すぎるわ。私たちもあなたと同じファーゴに敵対する人間ってこと。そうなんですか、それは奇遇ですね。それでね、私たちと一緒に行動しないかって誘いに来たの。敵の懐で行動するんだから仲間は多いほどいい、そう思わない。本当ですか。一人で不安だったところなんです。じゃあ決定ね。ありがとうございます。私ナクラユイって言います。よろしくお願いします。一生懸命頑張りますんで見捨てないでくださいね。なんかこの子足手まといになりそうな気がしてきたわ。私は天沢郁美、よろしくね。美馬遥か、遥かでいいわ。郁美さんに遥かさんですね。さて、私たちの番が来るまでもう少し時間があるみたい。それじゃあもっとお話ししてましょうよ。いえ、他にもっとやるべきことがあるはずよ。そうなんですか。どこまでも悠長ね、あんた。別に仲良し3人組が一泊二日の温泉旅行に来たわけじゃないのよ。そこまで言わなくても分かってますよ。そう、ならいいけど。じゃあ何をしようって言うんですか。え、うん、私、それぞれの目的の確認をしておきましょう。結局お話じゃないですか。目的意識を持ったミーティングよ。そのつもりで言ったんですよ。あんたのは単なるおしゃべりでしょ。別に仲良し3人組が2泊3日の香港足裏マッサージツアーに来たわけじゃないのよ。わかってますってば。そう、ならいいけど。それで、お二人はどんな目的でいらしたんですか。やっぱりあれですか、肉親の方を連れ戻しに。それとも恋人だったりして。だったらドラマチックですよね。洗脳されてしまった彼はもうかつて彼女であった自分のことは忘れてしまってるんです。毎日彼の元まで通っていろんな思い出話をするんです。初めて出会った時のこと、喧嘩した時のこと、二人で一つの毛布にくるまって眠った時のこと。でも彼の
の記憶は戻らないんです。それで最後に彼女は二人の思い出の詰まったオルゴールを手渡すんです。そしてついに彼が戦場に赴く日が来ました。彼女は黙って見送るしかありませんでした。戦いは激戦を極め、彼はついに銃弾を受け地に伏します。そこで懐から転がり落ちたオルゴールが、そして最後の最後で彼女が誰であったかを思い出すんです。でももう全ては取り返しのつかないことだったんです。思い出さないままいた方がいい真実ってあると思いませんか？あれ？すごく喋るのね、あなた。それに途中から話変わってたわよ。なんか思い浮かぶままに喋っちゃう癖があるんですよ。ちょっとは考えて喋りなさい。で、本当のところどんな目的なんです？母が最後にいた場所だから来たの。え？最後に？ええ。それで今はどこにいるんですか？あんたほんとガキね。最後にいたってことはもういないってこと。それって死んじゃったってことですか？ええ。きっとここの連中に殺されたのよ。どうして殺されたのか。ただし、そうなんですか。イクミさん頑張りましょう。全ての真実を知ることこそ唯一の弔いです。ええ。もしかしたらお母さんはこのファーゴ集団の真の姿を知ってしまって消されたのかもしれません。そう、あの機械な不可視の力をもってして世界征服を目論んでいるのかもしれません。きっとお母さんはトイレに行った帰り、偶然にも秘密の地下室で行われていた作戦会議の内容を立ち聞きしてしまったんですよ。不運だったですね、お母さん。また一人でぶっ飛んじゃってるわよ、この子。それに、どうして秘密の地下室がトイレの帰り道なんかにあるのよ。それで、はるかさんはどんな目的で？おいおい言うわ。今言うと、またあんたの長い作り話聞く羽目になりそうだから。え？何ですかそれ。自覚ないのね。これで一応目的の確認は終わりましたけど、次はどんなお話します？でもどうして入信者って女の人ばっかなの？ハーレムでも作ろうって気じゃないの？じゃあ私たちも？さあね。でもあんた貧乳だから大丈夫よ。どんな安心させ方ですか？でも入信希望を募る時点で女人限定となってたみたいですよ。どうしてだろう。あの不可視の力と関係あるのかしら。あの力、もしかして女の人しか得られないものなんじゃないの？得られないも何も、あんたまさかあの力の存在を信じてるの？